米、ニューヨークを拠点に活動中のお笑いタレント、渡辺直美、34、が、現地で新型コロナウイルスに感染したことが18日、所属事務所の公式サイトで発表された。吉本興業のサイトではアメリカ、ニューヨークで活動中の弊社所属渡辺直美、34歳、が新型コロナウイルスに感染したことが確認されましたのでご報告申し上げますと報告し、渡辺は、現地での仕事を終えた後微熱を感じ、PCR 検査を受けた結果、陽性と診断されましたと説明した。マネージャーも PCR 検査の結果、陽性が確認された。続けて任ともニューヨーク州のルールにのっとり、自宅での隔離生活を送っています。現在は回復に向かっているとのことですとしている。